松山市立四季記念博物館で、道後温泉とタヌキをこよなく愛した富田立宇氏タヌキコレクション展が開かれています。富田立宇さんは明治34年に今の東温市に生まれました。俳人として各地の区会で後進を指導する傍ら、タヌキの研究家としても有名で、伊予タヌキ伝説の保存伝承などに尽力しました。会場には富田さんのコレクションおよそ1000点の中からえりすぐった大小さまざまなタヌキの置物およそ80点が展示されています。このコレクション展は松山市立四季記念博物館1階のロビーで5月16日まで開かれています。また15日には日本たぬき学会道後温泉大会の開催を記念した道後たぬきシンポジウム伊予たぬき王国宣言が行われる予定です。記念講演やシンポジウムの模様は後日愛媛 CATVイベントチャンネルでもお送りします。